続き今日のゲストは石井ひろこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこのお時間なんですが、石井さんにはこちらの VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。90期朝倉義郎です。皆さんこんにちは。今日はいつもバンクで輝いている、石井ひろこ選手の私生活を妹さんにちょっと聞いてみようと思って来ていただきました。こんにちは、妹の高子です。高子さん、家でのお姉ちゃんはいつもどういう感じですか？いつも寝てるか食べてるかです。意外ですね、あんなに普段バンクでは頑張ってるのに。じゃあ妹さんの方からお姉ちゃんに一言いただきたいと思います。いつも鬼のようにコーチしてくれてありがとうございます。負けないように頑張ります。これからいろいろ大変なこともあると思うんですけど、競輪界のトップを目指して頑張ってください。はい、ということで師匠の朝倉選手、それから妹の高子さんからのサプライズビデオレターだったんですけど、しました。もう本当に何も知らなかったんですよね。何も知らない。どうですか、ご覧いただいて。すごく嬉しいですね、はい、今多分妹は見てると思います。あ、じゃあの、はい、妹さんに何か一言。これからも鬼コーチします。そんなに厳しく指導されてるんですか？はい、疲れたと言わせない。妹さんがその自転車を始められたきっかけもやっぱりひろこさんだった、はい、そうですね、うん、そうですね、はい、一緒にやりましょうということで一次試験受けて受かりました。あ、はい、じゃあ2人で今、はい、一緒に、はい、その練習して、ね、はい、競輪学校を目指して、はい、選手になるですよね、はい、まあ、そうすると一緒にプロになれたらこれほどいいことないですよね。そうですね、楽しいです ね、 でも妹さん似てらっしゃいますね、やっぱりすごく似てて双子みたいな、ね、はい、美人姉妹ですよね、山口さん。そうです ね、 ね、本当に。うん、どうなんですか、練習離れても普段プライベートも一緒にいられたりするんですか？ずっと一緒にいますね、はい、いいですね。一緒に寝たり、そこまで。あとはお買い物とか、例えばそういうとかも買い物したりご飯食べたりして。そうですか、はい、へ、あとは朝倉師匠の一言もありましたけれども、はい、そうですね、はい、朝倉さんびっくりしました。でもね、今日頑張ったよね、はい、今見てきたんですけど、はい、2時上がったので、はい、そうなんですよね、準決勝ですもんね、明日ね、はい、なんかこう気合入ってるみたいなんで、はい、朝倉師匠へのメッセージももしかしたら見てるかもしれないんで、はい、決勝上がれるように頑張ってください。応援してます。はい、ということなんですけれども、まあ、どうでしょうか、近況、その充実した練習、はい、そしてまたね、大会なんかも出てらっしゃいましたけれども、はい、充実してますか？そうですね、これからワールドカップ始まりますので、はい、やっぱりまた日本新記録出るように頑張りたいと思います。そうですね、またカザフスタンへの遠征もありますし、そして競輪学校の二次試験も来月11月17日に、はい、競輪学校二次試験あるので頑張ります。そうですね、はい、ではそれではその意気込みを改めてテレビの前のファンの方にお願いします。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。